たくそな気がする、やだ。今皆さん何中ですか？この祝日の朝って忙しいと思うんですけど、お仕事の方もいたりだとか、あとはお休みの方で目覚まし、眠気覚ましに見てくださいとかあると思うんですけど、お、え、知らない間に29に上がってる。え、ありがとうございます。やった、目標の20位台。お、あと28ポイント、28位まで、2933ポイントで28位。ご協力お願いします。2933ポイント頑張りましょう。福ちゃんさん、おはようございます。おはようございます。どうしよう。ありがとうございます。サムさん、ハートありがとうございます。ヤムさん、おはよう。おはようございます。ゆうくん、初見です。初見ありがとう、はじめまして。で、話しながらちゃんとやらないといけないね。と、今日は本当に何、このひょうたこを狙ってるっていうか、なんか欲しくて、それを頑張って集めてます。ぜひご協力お願いします。なんか気持ち悪くなってきたかも、絵が。観覧注意かもしれない、これは。閲覧注意。今日はだいたい12時ぐらいまで配信をしたいなと思っているので、ぜひ最後まで見てください。こんなにつまらない配信なんですけど、頑張っておしゃべりします。ベイさん、初見です。はじめまして、ありがとうございます。たっかんまりさん、おはよう。おはよう。たっかんまり大好き、ありがとうございます。韓国料理、結構韓国に行くので韓国料理は結構食べてるんですけど、一番好きなのは、まあ、王道のサムギプサルと、あとはユッケが好きです。韓国のユッケって本当に美味しくて、なんかユッケビビンバとかがあるんですけど、本当に美味しいからおすすめです。皆さん、韓国料理何が好きですか？
まったらオオカミさん、おはよう、おはようございます。アルダさん、トッポッキが一番好き。トッポッキ、トッポギ、私もトッポギ大好き。でもなんか韓国の市場みたいなところで一回買ったことがあるんですけど、もう全然なんか辛くなくて、あんまりそう、こんなこと言っていいのかわかんないけど美味しくはなかった。だから本当に本当に美味しいトッポギを食べてみたい。私はいつも辛いラーメンを食べるんですけど、そこにトッポギを入れてお餅と一緒に麺をすすってます。デブカツ。よし、絵が描けました。ひびきさん、キムチは自分で合うキムチと合わないキムチがあるよね。うん、確かに。私はあの追いキムチ、きゅうりが一番食べやすくて好きです。合わないキムチか、うん、あんまり今のところはないかもしれない。めっちゃ下手くそなんですけど大丈夫ですか。じゃん、あ、見えにくい、とっても見えにくい。ちゃんとね、タコちょっと一番注意、ちょっとデコに丸がたくさんあって、でありがとうって書いたトラさん、それでこの皆さんが送ってくれるお花だったりハートだったり、ペンライトだったり、だるまさんだったり、お花、星星、お花、星星です。見えにくい、めっちゃ。こんな、ここに貼っても別に見えないですよね。また、写真撮っててください、今のうち。どうやったら見る？あんま見えない。アルダさん、かわいい。やった。ありがとうございます。と記念に飾っておきます。家に。アルダさん、好きな動物は何？好きな動物か。まあ、あんまり動物が得意じゃなくて、強いて言うなら、猫か犬、まあ、犬かな。犬は可愛いです。怖いけど。だるまさんめっちゃうまく描けた。めっちゃ可愛くないですか？あー、見えない。これ見てる？可愛い。1時間も経てないけど、まあだいたい1時間経った。こんにちは。中華街のあかりさん、提出に来ました。ほぼ初見です。素敵な服ですか？好き、あ、素敵な服ですね。今から撮影？
撮影はしないけど、撮影なのか分かんないけど、まあ、ダンスのイベントがあります。ちゃんとね、昨日言ってくださったツインテールもして、で、ちゃんとヒョウ柄、結構さ、ヒョウタコと同じ海じゃないのやつ聞きました。やばい、あと2時間喋れるかな。ちょっとどうしよう。本当にどうしよう。感謝を伝えることしかできないんですけど、響さん12時まで長いよね、頑張って、ありがとうございます。そう、意外と3時間って長いんですよね。なんか2日目とかはめっちゃすぐ終わった感じがしたけど、今はすごい長く感じます。体感が、アルダさん、これがラスト配信ですか？そうですね、ラストになっちゃいます。まあ合格した場合は全然別になっちゃうんですけど、もし合格しなかった場合は本当に皆さんと会えるのも最後だし、こうやって私がショールームをするっていうのも多分最後なのかな、わかんないんですけど、オーディションが近づいてきてるので、めちゃくちゃ緊張してて、こんな私で大丈夫なんだろうかとかめっちゃ思っちゃうんですけど、こうやって皆さんの声があるのですっごい頑張ります。なんか本当に直感なんですけど、なんか自分が受かるんじゃないかなって本気で思ってたんですけど、今やっと不安になってきました。改めて自己紹介、初訪問の方もいると思うのでやります。とこの度、NMB48 10期生オーディションに参加しました13番サーティンです。中学3年生の14歳です。大阪府出身、155センチ、 B 型です。ぜひハッシュタグサーティンがナンバーワンでまだ間に合います。たくさんお願いします。今ね、お昼までにたくさんの方がより見てもらえるようにお願いします。じゃあ歌う？1時間ごとで言って、ちょっとあんまり1時間も経ってないと思うんですけど、歌おうかな。皆さんに、感謝の気持ちを込めて歌います。君と虹と太陽と虹が出たよ、雨上がりの空、こぼしゃの左の端の彼方、下を向いて泣き続けて、遠くの街から晴れてくる悲しみの雲
腰までは隙間から漏れるように光が差す心に君を守りたい僕の腕の中太陽になって微笑みの虹をまとう君を守りたい強く抱きしめて溢れた涙のひとしずくが七色に輝くよ。ありがとうございます。感謝の気持ち伝わったでしょうか。伝わってたら本当に嬉しいです。わー、いっぱいありがとうございます。お星様とペンライトありがとうございます。あとね、28位まで2169ポイント。おお、頑張りましょう、一緒にね。絶対皆さんも辛いことがあると思うんですけど、そんな時でも私を見に来てくれて本当に嬉しいです。私は絶対にみんなを笑顔にさせます。なんだろう、なんか言えることあるかな。もう本当に君を守りたいなんですね本当に皆さんに笑顔を届けるために私はアイドルになりたいです。まずまずのアイドルになりたいって思った理由か、まあ、昔からアイドルに憧れがあったっていうのもそうなんですけど、まあ、ダンススクールに通うにあたってみんながアイドルを目指してる場だったんですね。それで私もあ、ここで一緒に戦いたいって思って、で皆さんに夢は叶うっていうことを本当に証明したいなと思ってアイドルを目指し始めました。小学6年生かな、5、6年生ぐらいから、やっぱ結構もう4、5年経ってるんですけど、まだ夢はつかめてなくて頑張り時です。今アルダーさん、金のだるまありがとうございます。そうねなので絶対に私はみんなが憧れるアイドルになって、みんなにさらに夢は努力すれば絶対に報われることを証明します。コウジさん、こんにちは。こんにちは。そうね、もう朝なのかお昼なのか分かんない。おはようございますでもあるし、こんにちはでもありますね。今日ツインテールは可愛い。アルダさんありがとうございます。そう、昨日ね、アルダさんが言ってたからやってきましたよ。めっちゃアイドルっぽい。やったそう、お日頃からアイドルみたいな服装とか好きやから嬉しい。いつも普通のプライベートでもあのフリフリのお洋服が好きでよく着てます。いろんな系統するかな。フリフリもするし、この何カジュアルメモするし。ひびきさん、科目か水木は学校。そうですね、学校です。この頃はもう学校が楽しくてしょうがないです。じゃあ10分経ったということで自己紹介を改めてしたいと思います。この度 NMB48 10期生オーディションに参加しました13番サーティンです。なんだ中学3年生の14歳です。大阪府出身、155センチ、 B 型です。ハッシュタグサーティンがナンバーワンで拡散、まだ間に合うのでお願いします。なんだ？ブーさん？
プーさんかな、頑張って、夢は全力で伸ばして、手の先、指先の1ミリ先にある、わかりました、頑張ります。すごいいい言葉、全力で伸ばした手の指先の1ミリ先にある、1ミリだけ進めばいいってことですね、こう合ってるかな、1ミリ1ミリを頑張って頑張って頑張って進みたいと思います。なんか名言集みたいな見るのが好きなんですけど、まあやっぱり私はその夢の国が好きなので、夢の国のキャラクターが言ってる言葉を自分の座右の銘だったりとかにしてます。私はそうだな、幸せなことを考えれば翼が生えたのと同じっていうという夢があって、あとはまあいっぱいあるんですけど、なんだろうな、何が一番いいんだろう、あ、夢は見るものじゃなくて叶えるものとか、いろいろそのキャラクターたちがすっごい素敵なことを言ってるんですけど、その言葉を信じながらいつも頑張ってます。秋元康さんの名言、あと少し頑張れば叶うって、そうなの、そうなんだ、秋元康さん、じゃあそれもう座右の銘にしますもうそれにします。ちょっとその秋元さんの前でそんな夢の国がとか言ってらんないそうね、なんだっけ、もう忘れちゃった、走り続けた、なんだ、全力で伸ばした手の指先の1ミリ先にある、 OKOK、 OK, OK、 覚えました、それ座右の銘ですよしさん、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます、また来ていただいて、ひみきさん、サーティンがナンバーワンでツイート見てきたよ、あ、本当ですか、そう、たくさんしてくださっている方がいて、本当にそれが心の支えになってます、ありがとうございます、ぜひ皆さんもお願いします。アルダさん、今から仕事に行かなければなりません、ごめんなさい、行ってらっしゃい、全然大丈夫、ごめんなさい、そんな仕事の時間を、貴重な時間ありがとうございます、また会える日を楽しみにしてます。そういえば初めて見た時前髪を切れたなんて、響さん、いつの日だろう、あれかな、水色の服の時かな、それいつだ、おとつい、おとついかな、おとついやな、土曜日だったと思います、それ、ひみきさん、水色の服の時、うん、土曜日ですね、ありがとうございます、そんな時から、アルナさん、最後までオーディション頑張ってね、頑張ります、ありがとうございます、ぜひまた会える日を私が作りますので、ひびきさん、多分おとといですよね、ありがとうございます、そんな土曜からずっと見に来てくださって、なんかその本当に最初から最後まで見てくれてる方もいれば、まあしょうがない、途中からずっと最後まで見てくれてる方もいるし、本当にありがたいです、見てくれてるだけでも本当に私は嬉しいので、なんか NMB48 のそのオーディションを受けてるってことを本当に学校の子たちに、友達とかには本当に言ってなくて、一人だけ言ってるんですけど、親友がいて、その子しか知らない、本当に、だから本当に合格したらなんて言えばいいんだろうと思って、そんな自己申告する
とでもないけど言わないとねどうやってみんな言ってるんだろう。ビートオンパラダイスさん初見です、はじめまして。響さん、あの時前髪作らないタイプかと思ってたけど、なんか日によります、いろんな前髪するから。今日はあるんですけど起きれます。いろんな前髪をね今研究中なので、あの日はそう前髪はセンター向けでした。髪型全部可愛いやん、やった、ありがとうございます。今日はなんかいつもそんな時間かけてないんですけど、本当に今日は時短です。1分でこの髪型はできました。48グループ箱押しさん、こんにちは、こんにちは。箱押しか、すごい、ありがとうございます。なんかこれ、でもあれですよね、オーディション合格してまた少女もやるってなったら、もうこれ以上にそのコメントがブワーってくる気がして、めっちゃ面白そう喋ることないとかもなさそう。今はもう本当に全部のコメント読んでるんですけど、私は NMB に入ったらまずしたいことが2つ3つぐらいあってまあ1個目はまず可愛い衣装を着たいっていう、可愛いメイクと髪の毛と衣装で公園に立ちたいっていうことと、2つ目はあの踊って歌う姿を、まあ、皆さんに届けたい。本当にこれは永遠の夢なんですけど。で3個目はあのメンバーさんを見たいその可愛い子を見るのが好きなので、もう間近でじーって見てたいです。そのオーディションの日もたくさんの人があの来てたんですけど、みんな可愛くてもうずっとこうやって顔を眺めながら入っていました。本当にみんな可愛くて、細いし可愛いし、でみんな結構フリフリってした感じのお洋服で、私は全然フリフリしてなかったんですけど可愛かったです。次のオーディションが楽しみで、ずっと。またお友達もね増やせたらなと思います。ちょ今度のオーディションは長めなんで、結構前はもうなんか 2,3 時間ぐらいで終わってたけど、今回は結構朝から夜までって感じなので楽しみ、すっごい。結構多いですよね、なんか14歳とか中学 2年生3年生とか見てたんですけど、めっちゃ多そうで、逆に小学生の子が、その1回のオーディションの時に前にいたんですけど、ほんまに可愛くて、小学生の子がもうちっちゃいんですよ。こんなちっちゃいのがアイドルになれるのって思って、可愛いと思いながら見てました。本当に可愛い。響さん、 2,3 時間って待っている時間はしてってこと？そう、めっちゃ短くて本当にすぐ終わりました。質問を2つされて終わりって感じです。本当に早かった。じゃあ10分経ったので、またもう一度自己紹介をしたいと思います。
とこの度 NMB48 10期生オーディションに参加しました。13番サーティンです。14歳の中学3年生です。大阪府出身、155センチ、 B 型です。ハッシュタグこのサーティンがナンバーワンでぜひ拡散お願いします。まだ間に合うのでね、あと1時間半配信があるんですけど頑張ります。そうね、お、27位まで13,963ポイント。うん、きついな。13,000か。ぜひご協力お願いします。頑張ります。それかあれかな、一回休憩取った方がいい。その3時間あるから見るのはあれかな、わかんないけど、1時間半ぐらいで休憩取りますか。いける、大丈夫。もし取りたい方がいたら一回ストップしようかなと思うんですけど、朝だから本当に、しかも祝日の朝ってね、お仕事の方もいれば用事があったりして皆さん忙しい時期だと思うので、ひびきさん休憩取った方がいいと思う。いや本当に休憩、じゃあ30分になったら1回15分休憩振ります。で、10時45分から12時までにしようかな。そうします。じゃああと7分で1回終了したいと思います。あと27位まで13,963ポイント、ご協力お願いします。頑張ります。私も、うん、初見です。トヨッチさんありがとうございます。はじめまして。サムさんハートありがとうございます。シェイシェイ。ぜひね、12時に本当に私は終わってしまうので、12時までにそのひょうたこ NMB たこ、ちょっと言い方が分かんないんですけど、をたくさんもらえるようにゲットできるようにしたいと思うので、皆さんも応援と協力、そしてご用意お願いします。ひょうたこお願いします。あと6分ぐらいかな。で1回終了して15分後にまた再開したいと思います。ぜひね、その休憩の間とかに拡散もお願いします。その時間帯で私も拡散を見ようと思うので。ゆうきさん平日かな、あまり配信できなかったみたいだね。そうなんですよ、結構習い事をいっぱい習ってて、なので習い事の関係で買うから金はできてなかったんちゃうかな。火曜日から金曜日は配信できなくて、だから土日月の6日目です。今日は鈴木一郎さん、こんにちは、こんにちは。また来ていただいてありがとうございます。本当に今日は皆さんに感謝伝えるだけの日、でもちょっと暗くなっちゃうので明るくいきます。絶対にもうアイドルになってからもそうですけど、
ファンの人たちってもうかけがえのない存在ね、絶対にいないとこっちも回らないっていうか、あのできないのでアイドルっていう仕事を、すごくありがたい職業です、アイドルのファンっていうの。ぜひ私も絶対なります、 NMB に。リカルド人間不思議さん、こんにちは。こんにちは。もしかしたらね、今すっごい大変な時期だよとか、もうこんなこと見てる暇ないけどねっていう人もいるかもしれないけど、そんな人も見てくれてると信じながら、私もあの皆さんを応援してます。皆さんが私を応援すると同じぐらいの気持ちで応援してます。これからも応援してます。みきさん、ありがとうございます。そう、絶対に私はアイドルの夢を諦めないので、うん、 NMB が仮にもし落ちてしまっても絶対に諦めないから、いつかテレビであったり劇場であったりできることを楽しみにしてます。28分、あと2分で1回終了。響さん、ちなみに昨日はライブ帰りだって。あ、そうなの？そうだよね、昨日ライブ結構ありましたよね。なんか他の方も5時からライブだよとか教えてくださって、私もライブに行きたいな行ったことがないんですよね、まだ。行ってみたいです、すごい。どうしよう、自己紹介でもしましょうか、最後にね。次の12時にまでの配信では絶対に28時には上がって、まああわよくは25位ぐらいまでいけたらなと思ってるんですけど、ちょっと無理があるかもしれないけど、皆さん絶対ご協力お願いします。じゃあね、自己紹介を最後にして終わりたいと思います。こんにちは、こんにちは。 NMB に入って会いに行くを絶対応援するアルラさん、ありがとうございます。また来てくださった。自己紹介何度も入れて大丈夫だと思うね。トレンドンさん、こんにちは、こんにちは。じゃあお挨拶をして最後終わりたいと思います。それで10時45分にまた再開しようと思うので、ぜひ来てください。この度 NMB48 10期生オーディションに参加しました、13番の、13です。中学3年生の14歳です。大阪府出身、155センチ、 B 型です。ぜひハッシュタグ13がナンバーワンで拡散お願いします。じゃあバイバイ、また。